はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。リコエンションゲーム対抗立志伝5、やっていきましょう。ちょっと雑音が、ちょっとマイクつけ直しますね。これでどうかな。はい、というわけで、対抗立志伝5ですが、いつも通りツイッチで配信を行います。ツイッチアカウぜひアカウントフォロー、チャットコメントをお願いいたします。ツイッチマイアカウントプリーズフォロー、チャットコメントプリーズ。はい、そしてYouTube で、この動画、この配信アーカイブを2日後、4日21時頃にアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive by YouTube チャンネルアップロード 2 days after premiere live my YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド and good ボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひアカウントのフォロー、リポスト、いいねも、お願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということで、これが現在秀吉の城を持っている陣容です。秀吉陣営のですね、織田信孝をはじめ毛利元就とか姉小路が大名です。一応大名ですね。あ、これって今川勢力じゃないんだ。従属してくれてないんだ今川は。まあしばらくはいいでしょう。御用商人になってます。まあその前に主命伝達しましょうか。内政優先。治安を上げるように言ってますね。ただ海北さんは弁舌を上げたいとか言ってます。まあ、いいとは思うんですけどね。でもまあその前に上げることってあるんじゃないかなと。佐久間信盛本来なら柴田勝家と共に亡くなっていたわけですが、うまく、ここでは生き残ってます。鈴木さんが弁舌はゼロだな。どうするか。でもどっちかといえば武力なんですよ。足軽でいきましょう。弁舌かな。で朝倉56か。どうする、バトルする、それとも
堀尾さん、63しかない。うん、鉱山。で、前田利家。ちょっと前田利家を能力次第だろうな。でも、統率がちょっと落ちるから。とか言いつつ足軽鍛えるんですけどね。宮部さん。うん。どうよ。弁舌かな。村井さん。鉱山。弁舌は1だが算術が低いな。でもあくまで建築やってみよう。か、結構高いかな。これ具志堅、武芸と弁舌が高ければいいんだ。武芸は2か。じゃあ具資金調達でお願いします。栗山さん、栗山さん算術と弁舌が文句なし。じゃあもう大砲購入してもらいましょう。続いて雨子さんはちょっと病気なんで無理はできません。建築か。忍術、ただ忍術は人材調査と拠点調査になります。あんまりそれはやりたくない。弓術とか武芸が強い。どうしよう、あんまり鍛えるとこないよな。伊丹さんって69か。続いて長船さん、弁舌が高いが算術は低い。しかし個性をやっぱり大事にしたいね。鉱山、もう一人の長船さん、弁舌が算術をもうほぼ温度なんで具資金調達してもいいけどな。カスヤさん、うわー、どれも中途半端だな。武力はあるのか。軍学ん、クキさん、増加さんは94の90。いや、おかしいだろこれ。ちょっと頑張って攻めてもらいましょう。これはすごいな。鉱山、弁舌、武芸が全然高くないから使いどころがないよな。軍事系技能が全くない。算術かな今のとこは。岡村和内、うわ中途半端な能力だな。増永久道、いやーちょっと武芸ぐらいかな。花房さん、鉱山、同級、お茶も鍛えてんのか。武力はありますね。鉄砲かな。朝ミクルンルン、武芸、旧作さん、算術、上泉さん、鉱山、片桐さん、うわ微妙だな。霊峰ぐらいしかないな。
算術、まあ、算術鍛えときゃいいんですよ。算術鍛えときゃなんとかなる。多くの人は。まあ、しがるなんかな。まあ、まあ、部で鍛える必要はあるってことか。前標語。72か。悪くないな。しがるだな。で、この状態で、人物情報で自制力の技能力を見てみよう。統率です。半兵衛秀吉自身、雑賀はあのやったんで、あと3人だな。やっぱ半兵衛やけど、政務が高い人はあんまり気をしたくない。じゃあ浮田島福島東堂かな。とメモします。雑賀窓一、政務地方が福島正則、島清沖でいいのか、いわゆる島左近。あとは稲葉一徹、この辺かな。加藤清正か。加藤清正、願生寺、正家、この辺から戻ってる人を選抜して、やりましょう。まずは前田利長ってどうなんだろう。60か。これもダメだな。佐久間もいいんだけどな。官兵衛はダメだな。前兵庫も面白いんだけどな。まあ待ってよ。上小早川とか、この辺はみんな高いな。政務とか高い人は入れたくない。加藤清正な、入れると結構安直から。浦部は65か。ちょっと足りないな。香川の香川。願生寺を、まず、なしにして。で、稲葉一徹かな。稲葉。島はどこだし、鹿之助もいるやん。土井さんも、土井さんもいいな。でも政務が高いんだよな、土井さんは。三好出てもあるな。秀長は、秀長も74あるんですが、政務がとにかく高い。有楽祭とか、有楽祭意外と武力高いからな。東堂かな。でも東堂もったいないからな。山内はそんなに高くない。中途半端。前田利家の方がまだ使えるわな。伊丹さんって69か。茎は56。
れとかどうなんだ、ダメだな。うん、いない人ばっかりだ、ね、ということは福島、あと那須下が岩礁寺で、他那須が西賀なんで、あと2人ですね。この中から2人、島稲葉はいないんですよね。ということは清正なし、加藤清正、あと福島正則ですよね。いつものメンバーだな、これでは。いや、そりゃいいよ、いいに決まってるけど、一人はちょっとちょい落ちる人間をちょっとね、気をしないとね。七里来週3行こう。お前頼む、神殿開発だけどなしでお願い。ということで加藤清正が残るから、福島正則は今回バトルに参加せずということで、これで、決定です。さてと、次に輸送ですね。1万3000円、これはそのそれなりに集めてもらわないと困る。軍資金を4万ちょっと引っぺがす。みんな稼いでんな。丹波亀山城結構いるやん、人。こんなにいらん。兵士全部持ってく、持てる分の兵士全部持ってく。軍資金がしょぼすぎないか、これ。2万ぐらいも、兵糧はいただこう。これで OK。 ただし軍資金がちょっとかわいそうすぎるんで、こっから丹波亀山城へ。丹波亀山城小なんだ。自分亀岡のすぐ駅前なんで行ったことありますけど、結構いい城だったですよ。規模そんなに小さくなかったけどな。4万ぐらいは上げないとダメだろう。1万3000人もいるからな。いや、決定で。逆にちょっと待ってよ、輸送して3000人ぐらいは、4000人ぐらいは減らしてもいい。1万7000人、岐阜城が2万4000人、そのまた5000人、大政治城に、兵士4000人、それからは軍資金と兵糧がしょぼすぎる。ちょっと嫌だな。1万、兵糧も5000ぐらい。でもこれでは足りないんで、足りない分はうちから持っていこうか。内政事情へ。軍資金が3万円で、兵糧が4万。これでよし。しばらくはこれで、なんとかなるだろう。いや、逆に、あ、こんなに持ってんのか、お前。あ、でも、やめとこう。さっき丹波亀山城にはないのか。どこがいいんだろう。難しいとこやな。
この辺はゼロだな。まあ当然ゼロだろうな。この辺とかは。まあしゃあないや。まあとりあえず、いや鉄砲そんなに買わないや。じゃあこれで合戦、どんどん、潰しかかりますっていうか、もういや結構や徳川やばいと思う。あの連合軍、織田徳川連合軍とか小牧長久手の戦い言うけど攻められてますからね。まあまずは安土城巨大やば、安土城を攻めに行きましょう。これ結構やばいかも。ほったらかししてたけど、群馬は3000ぐらい行ってもいいだろう。鉄砲は全部、軍資金はまあこれで良い。兵糧はもう2万ぐらい足そう。あでもあ違うわ、112日分、まあフルでいいと思います。もちろん援軍要請どうしよう。7800人は少ないな。蒲生、蒲生にお願いするか。 OK、 なんか動きがすごい激しいですね。さあ蒲生とともに安土城に、安土城に攻略です。全部鉄砲、雑賀さんだけ騎馬鉄砲。これ騎馬鉄砲できないのか。他は無理ですね。全部鉄砲台のままだ。じゃあまあしゃあない。訓練度がちょっと低いのは気になりますが、じゃあこれでいきますか。まずいつもの通り備え配置。ああでもこんだけ巨大な城なのに7000人しかいないんだ。まあ援軍呼んでくるかもしれないけどね。このように、待っております。非常に深い城です。オートで、行きます。まあそりゃそうだろうな。なのでもう一個援軍要請です。お前来い、お前でもいいぞ。お前こんなに軍抱えてよくないじゃねえか。ということで姉小路援軍です。さあ、軍議終了、戦闘スタートです。早っ。あでも同時についたからそりゃそうか。あんまり軍多くないけどな。まあちょっとは助けになる。まずいつも通り風林火山を使います。ギュイーン。えぐいです。100発最下種、えぐいな。本当一気に敵を何発撃つんだ。さあそして後ろからは門を開きます。カゴはそんなにいらん。ぶつけます。完全にもう殲滅する戦いになってますね。相手も当然抵抗はしますが、
数を誓うにはかなわないんじゃないかな。そしてまあ当然千成廟丹ですね。2段目は3段打ち、鉄砲隊持ってるから完全に殲滅の方になっちゃってるな。うわえぐ、もう1000人以上兵減ってますよ。そして門は全然開かない、攻撃ばっかりやってます。大砲も全然使ってないな。大砲がまだ足りないんだよな。縄文爆発がはできないんで船内病棟200人とはならないけど100人ぐらい減るよな、毎ターン一発で。そして開けに行くが、ノックしに行く。そうそう、縄文爆破かな。反撃す、モチベを上げるのが手一杯になってきます。そこを縄文爆破、何振りかまってられません。一気に減る。えぐいな。ビーム。ガン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 、あんまり減らない。これで結構な援軍ですね。さすがに下がらざるを得ないですね。本丸まで下がりやがったあいつら。大手門は半分近く、半分強削ってます。ガン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 、まあ当然ですね、あとはもう傷のみですから。お、これ潰しにかかってる。あ、無理だ。大手門は破壊できそうですね。もうちょっとだ。まだか。これで破壊できたでしょ。まだ4の丸とかあるんだ。でかっ。早く潰したいとこですね。だから当然のごとくここは縄文、再度縄文爆破を仕掛けていきます。勲功とかなりふり構ってられない。もうちょっとだ。もうちょっと。これで破られたはず。さ、順当に3の丸まで来ております。千成廟丹
次の風林火災に備えます。奮闘努力、終わりに行きますね。半分は削れましたね、このターンで、1ターンで。お、前にいる、出てきた。これでまたなんか話が変わってくるかも。今5しかないんだな。千成秒短使います。殲滅に入ります。つべ打ち、ガンガン。このターンで難しいかもね。おっと、3番ゾノイが壊滅、さらにビームが飛ぶ。順調に減らしていきます。おめでとうございます。お金はもう、お金はいくらでもある。2000人台になってますね。勝てるんじゃないのこれ。封印火山はまだ生きている。どうしよう。雨はダメなんだ。雨はダメ。風林火山、うん、ちょっとこれは普通に強襲かな。割れそうな気がするけどな。あっと、打つ方に走ってしまった。豪華すぎる。あ、でもちゃんと割ってくれます。うん、正解です。あ、備え対象しかいなかったのか。結構早く決着つきましたね。あ、やっぱり秀吉自身かな。うん、そうだな。縄文爆破使っちゃうとどうしてもそうなるよな。2位は加藤清正、3位は西下孫市。これで終わりはちょっと嫌だな。小牧山城に行きます。これ、家康来るかもしれないな。これで終わりたくない。あ、池田さん連れてくるの忘れた。まあいいや、もう行っちゃえ。お願いします。
まあいいんじゃないでしょうか。式174って、式こんなに高かったっけ。まあいいや、大体4000人しかいません。しかしそれでも援軍要請です。お前分かってるだろうなということで、うん、意見を聞きましょう。大手門はまだまだ持ちこたえられそうですとなっている。あ、全備えでよかったんだ、癖でやっちゃったや。さあ来るなら来い徳川家康。来ないかもな徳川家康、だって残り一つだもんな。和議行ってこないかな信勝。支配下に入りますとか、史実通り。もうどんどん、おっと勝山さんかわいそう、天命とはいえ、あれ、うん、悲しいです。さて、このターンと次のターンまでは千成秒単かな。いいよいいよ、ガン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 、これですよと思ったら百発百中を打たせる。お、しいなー、しいな軍来ましたね。いらんよね、いらんと思う。これで勝てると思う。まあ徳が来るんだったらまあ来てもいい。全然連携なってないけどな。なんか均等に削っていくな。おっと持ち秒下げにかかる。さらにビームが、あ、結構持ち目下げるビームが、4番ゾノエが壊滅。さらに引いたな。持ち目上げることに必死です。で、特技は、うん、スイッチから攻めで、攻めか。もうちょっと、いけ、一気にいけ。いいよ、いいよ。これで大手門陥落です。さあ続いて二の丸ですが、まあ千成秒単ですね。家康は来ず、家康はまだか。まあ家康厳しいよな。家康ちょっと支配下に入れとこう。
もうこの戦争やめにしよう、ちょっと。あの信雄も家康も支配下に入れます。戦ってもしゃあないや。長宗我部早く攻めたいしな。あと北条も削りたい、できれば。ああ、縄文爆破早く決着をつけたいと思うところです。これで二の丸簡略、和議飛車登場。まあ当然でしょう、受諾。小牧山城を取りました。さあ、まあ空港はまあ秀吉だろうな。2位は加藤清正、3位岩正寺ですね。であと何日だ、どんどん行きましょう。直下地だ。でも一刻、いない、北条がいない、北条死んだ、あ、北条がいないじゃないわ、家康がいない。嘘だろ、これ回らないといけないからな。ちょっと飯田城から潰すか、木曽福島城から潰すか、いや鳴海城行きましょう。北条恐ろしいな、ご北条。まあ織田信雄攻めを継続ですね。鳴海城行きます。3000人しかいない、全然ダメだな信雄。全備えで、ここで、の秀吉以外委任続行、で、いつも通り、ちょっと待った、一応軍技やるけど、その前に風林火山、もう圧倒的数的優位で押す。また始まった。多分できればもう攻めてくれ。あー、いやしなくていいのか、まだ撃つ。援軍、隣にいるお前来い、林、林がいいな、林をちょっとお願いしましょう。嘘、
まあ千成病単でちょっと誰かに交渉に行かせようかな。おっとサンバゾーイが壊滅。お、あ、徳川いるじゃん。徳川滅亡ではなかった。ついにここに織田徳川連合軍、まあ、あの城は鳴海城になりましたけど、事実上小牧長久手の戦いが繰り広げられますね。滅亡したと思ってた。頼む。うん。まあ無理せず、1000人、無理です。嘘でしょ。どうすりゃいいんだ。まあ、とりあえず風林火山だけ撃っとくか。と待機、全部待機、とにかく待機。特技だけ見とこうか。ちょっと待って、一歩二歩前へ出て待機するか。嘘でしょ、終わった。何のために来たのだ。なんじゃこりゃ。じゃあまあ続きをやりましょう。と言ってももうまたどこ？大手門しかいる。え、まさか大手門かやり直し？大手門まだ突破してなかったかも。しかしこれじゃもったいないな。ガモン来い。ダメか。じゃあ交渉、言うこと聞くでしょう。魅力が地方だっけ、魅力だっけ、高いと言うことを聞いてくれるんやな。じゃあ西賀さんにお願いしましょう。当然降伏です。いや行け、お前行け。愚弄するか、主君を裏切ることはありえぬ。そうですか。まあじゃあまあしゃあないですね。続行。どうせ和議申請しに行くせん、すぐ和議申請しに行くくせに、どんどん割ろう門を。あれ、まあ風林火山から、あれ、これ最初の門からやり直し。減ってはいるけど順調に。
やだな。ガン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 。あ、前に出た。千なり、ここは千なり秒単。さようなら。さらに突破。ん？なんで前にいるんだ、目の前に。お前ら死に来たのか。479人、これやばいだろ。軍技、特技はもう火攻めやります。ガン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 、これで終わりました。軍団命令交渉ですね。もう一回サイガさんにお任せする。幸福監督五分五分になった。479人しかおらんのだよ。 OK、 サイガナイス。で、帰りましょう。あ、滅亡した。なんで？あ、他のところが攻め、うちの羽柴軍の他の大名が攻めたな。まあ、帰りましょう、どちらにしても。山本願寺に戻ってきました。おっと、来るぞこのイベント。清正に行った。南近江周辺はほぼ全て我らの領地。あ、坂本城、そうだ、坂本城から石垣を持ってきたんじゃなかったっけ。大津城、あっと、大津城なんだ、大阪城じゃなくて。浅野長政に任せるイベントだよな。
まず武家宅に行きましょう。ちょっと病気の人をチェック。あ、この人は病気ですね。万能薬ダメか。卵さんもちょっとやばいな。 OK。 この2人も、まあ、必ず薬を渡すっていうルールにしましょう。病気の人にはたとえ寿命基礎が来ないが、基本的に寿命を来る人に渡した方がいいんですけどね。結構勝率が低い。以上ですね。はい、戻りましょう。すごい。失敗は3人。飯食わせろ。以上。あ、いきなり来た。嬉しいな。茶会を。ね、金庫。出金？無資金？2万。あれ、これって本拠地ってどこだ？一応どこ？あれ、ちょっと軍資金が減り始めてない？そんなことはないか。まず王神寺2人ですね。あ、最下窓口もアップじゃないですか。おめでとうございます。寄り金派遣しましょう。大津城に4人まで派遣できます。まあちょっと年齢が高いもん順かな。六角は32歳だけどな。武力が高いのか。手放すには惜しいな。木造りさん、うん、悪くはないな。楠の木さん、なんかひどいな。下の方からちょっと。大谷も、うん、そろそろ悪くないんだけどな。みんな22歳か。あんまり渡したくないな。うん、悪くないな。なんかしょぼそう。朝倉を渡す？なんか弱そう。有楽祭渡すわけにはいかんからな。山がしょぼすぎない？これ
山名渡そう。一人あったそうす。さっさお前行ってこい。ということで、ちょっと待ってよ。庭下馬鳴海城誰に任せよう。すり合いのやっぱり能力の人に任せたいな。下馬さんお願いします。あ、違うわ。池田さんお願いします。っていうか鳥取城にいるんだ。まあ六角に任せよう。むしろあれこれ清洲城と名古屋城が橋が取ってんのか。まあいいや。すごいなここら辺。土地王城が土地王城な。まあまあいいか、まあ、決定です。でこちらの鳴海城にも寄り木をやっときましょう。まあ堀内さんかな。悪くないけどな、ちょっと中途半端だな。長野悪くない。ダブル花房はどうなんだ。悪くないんだよな実際に。ホンダそんな人いたっけ。あーでもまあどっちかといえば頭でっかちな、頭でっかちにおり、なんかバトル派の人を派遣したいな。79か悪くないな。ガモンか微妙だな。うん、いやお前行ってこいということで、ここで主名です。今回は軍事ですね。まず普通の訓練の人だよな。あ、訓練はいいのか。修行の人だ。中途半端だな、どれも。あ、開墾がいいや、三好は。じゃあ開墾してこいって言った方がいい。開墾は、どこがいいのかな。国高の差があるところ、ここ引く魔女まだまだいけそうだけどな。で朝倉、うん、図面絶災がちょっとでもな、
滅亡したんだろう。滅亡したんだった。戦争がまたしたいな。災が悪い。あのまた戦ってくれということで戦わせます。長野ん、長野じゃない、前のか。連日三好開墾、三術杉浦建築、杉浦建築だった。建築の腕をとはならないのか。杉浦は忍術一か。あ、荒木忍術は満たしてるや。あ、だけどダメだな。連絶。吉川。長期修行で。弁舌、算術、茶道は満たしてんな。軍学、オスカが弁舌、モーターは武闘卒は低いからな。武力は高いんだけどな。武芸、エースを狙え。足軽、関三術、富田伝説、平野、これ64とかあんのか。弓術もあるな。騎馬、 F は、足軽、森、伝説、足は足軽なのかな。武芸、弓術、本当、軍学かな。で、気温5万円、気温、今回は清正が、どっちだ、どっちがどっちだっけ。清正と福島似てんだよな。両方若い。清正をなしにしよう。願書でそんなすごいわけじゃないんだよな。七里を、あ、細川の方がいいのか。じゃあ鉄砲買ってこい。それ算術も高い。これで2か。久しぶりに鹿之助の出番かもな。三好もいいな。三好もお願いしよう。この辺りかな。有楽さん、あ、最下と4人5人になっちゃうや。じゃあ鹿之助はいいかな。鹿之助今どういう能力かって言ったら、弁舌が高い、軍学だから、鹿之助は武芸はまだか。まあでも治安向上してもいいと思います。どこがいいんだろう。住民安定度だな。ここじゃん。ここ行きましょう。
で、当然合戦です。まだやるか。あ、攻められない。あ、宮津城は攻められる。これ一式って敵なのか、もしかして。ダメだ、ここは攻められる。三村は攻められるんだ。毛利は仲間。あ、いるじゃん、徳川。ちょっとこれは、あ、出た、スクショを取るやつ。あーっと、もう一つあんのか。ルービックキューブもあんのか。何がいいんだろう。あ、赤の方が可能性ありそうだな。まあ仕方ないや。失敗か。もう人事あんなダメ。算術ダメだな。
この人は72か。軍学ちょっと覚えてきてもらおう。忍術でもいいかもな。まあ軍学。スカフしたか悪くないんだよな。あ、勝頼も追ってきた。勝頼戦わせてもいいよな。まあでもお前は騎馬隊になるんだってことで、武田の名前を引き継いで。弁舌数学かな。算術。茎はなしってなってる。病気なのか。いや違う。開墾か。開墾行きましょう。これで OK。で、輸送ですね。ちょっと。え、13万人？こんなにもお前持ってたのかよってことで、軍資金をかっぽじります。で、兵糧も、まあ3万、5万あればまあいいんじゃないかな。ということで、どんどん。天神山城もすごいな。兵糧もまあ4万あればいいでしょうということで、ここもかっぽじます。そして蘇合城、まあまあそれはあるやろうな。ただここはそんなに引き持ってかれない。4万ぐらいかな。大垣城、まあこのあり。まあ岐阜城は多く持ってよね。ただやっぱり集めたいとこです。兵糧も感じかな。あと軍、まあ鉄砲も全部かな。一旦は大筒も全部ということで持っていきましょう。北大政寺城、まあこれはそんなにないな。北の将も軍資金はこんなにいらん。1万7000人だったらこれはいるな。丹波亀山はうん大丈夫。二条城、軍資金は8万か。兵糧も3万持ってこよう。岸和田城は大丈夫。 C3 城、なんか市議さんのなんか橋の上からあれですね、ダイブってなんだっけ、バンジージャンプできるみたいですね。あ、は初めて知りました。うん、大工事情はちょっとお金が少ない。あの大津城なんでこんなにお金抱えてんだ。こんなにいらんだろうな。78万。ちょっと兵糧が気になるが、所有事情は少ない。なんか結構格差がありますね、持ってるお金の幅に。沖塩城こんなに、お金いらん。兵糧も4万で良い。姫路城はまあまあこんなもんか。あれ？あ、宇和島任せてんのか。
アラハをそれに持ってるけど、まあこちら正当な理由があるからな。有岡城もう 4,000 人しかいないのに、これはちょっとな。石高高いが、兵糧もこれで OK です。なんか結構お金増えましたね。でちょっとあの話してくるわ、家康と。誰だ、あの怪しい行商人だ。もちろん買いますよ、買わせてもらいます。で行き先指定で岡崎城に行きましょう。もちろんこっそり忍び込む。外交、支配 OK です。これで小牧長久手を戦いみたいなものは終了です。支配と従属って何が違うんだっけ。ちょっと見てみよう。支配と従属の違いは何？あ、従属って自分が相手に支配されるんだ。なんかいろいろいますね。お前出奔しないか。あれ出奔って確かイベントで起きるんじゃなかったっけ。イベントで起きるか、それまでは出奔できないんだろうな。まあみんなやっぱりモチベ高いよね。だから多分無理だと思う。
あ、岡崎城が戦場になった、早く戻って援軍出さないと。いや、保護ですよ。またかよ。買います買います。いや、もう急いでるんだ。何でもいい、2でも3でも何でもいい。 OK、 プレイできます。このままいったピンチなんだよ。マナセ銅山だ。お、真田だ。表情、うん、知ってる。まず王人事、太田が でちょっと今回、あ、間違えた。まず主命を行こう。コマンドは自動振り分けは、内政優先でいきます。で、この中でちょっと戦ってもらうのが真田と加藤清正と太田って、どうなんだろう。荒木はダメだな。香川の香川は、勘兵衛も、勘兵衛久しぶりにお前戦ってみるか。あと下からも欲しいよな。今の中途半端だからな。宮部は間に合ってくれ。じゃあ東堂高虎でこの4人で行きましょう。才賀とかもいいんだけど、あ、違う、まあ、もうあんまりやることないけどな。忍術、堀尾さん、予算弁舌かな。宮部さんが、建築、佐船さん、算術、武芸、どうしよう。なんかバランス悪いよな。いや、開墾でいいや。まあ悪くはないからな。武芸でいこう。で、ちょっと待った。で、合戦で岡崎城へ行きましょう。間に合ってくれ。51問。
間に合ってくれたみたいだが、全部鉄砲台ですよね。助けに来たぞ、岡崎は戦い。まあ保護ですよこれは実質。工場がここにいる。まずは秀吉が当然のごとく風林火山を かけてバフを与える。で真田は当然、追の伏せってなんだ。あ、まあまあまあ、まだです、まだ待機。組打ち鉄砲がいい。まあまだです、まだです。組打ち、本当は組打ち鉄砲を使うが、まだです。ここで、組打ち鉄砲を使います。風林火山消えてしまいますが構いません。組打ち鉄砲使えないんだ、混乱するんだ相手が。まあここも待機ですね。清正が行きます。彼も組打ち鉄砲使えるんだ。どんどん行きましょう。全員組打ち鉄砲で、秀吉以外は。でその秀吉が後ろから一歩で千成秒短で、これでどうだ。鼓舞した、渡ってくる。なんか技ない。三段打ちがある。あ、こっちも攻められるんだ。なんか技がない。どんどん攻撃を仕掛けていきます。こちらも攻撃です。三段、とにかく三段打ち。わ、結構溶けるな。まあここで再度千成秒短。で来ますね、ようやく。あと釣りのぶせと思ったが、釣りのぶせ仕掛けられない。釣
水のぶせ無理。え、なんで対応せ、あ、対応せ仕掛ける必要ないか、やっとこう先に。はい、お、ごちそうさま。ラウチだな。どんどん溶かしていきます。やあ、これだとどうだ？あ、来た。わ、やばい。どんどん溶けていきます。サーダー同士の戦いだった。去っていきました。サーダー正幸有能だ。借りましょう。じゃあ1でいいや。墨酒。下山城？なんだそれ。下山城は山梨県身延城にありますね。じゃあ貝だ。オッケー。で、行きましょう。ちょっと病気の人を治療しに行かないと。大丈夫だ。病気の人いない。
でもこちらから攻めに行かないとダメだな、北条は。北条を攻めに行ってある程度退却させてから、まあ、全部長期修行。もちろん。で、茶会。セーブ。行けるとこまでちょっと北条削りに行こう。表情の前。まず王人事。あ、ダメか。まあ病んでる人はいるのはしゃあないな。真田お前行くんだってことで、今回官兵衛を出そう。あと若手では誰だ、だいぶ減ったな。あ、なんか鈴木、この鈴木重友っていうのがいいみたいな。あのバトルに参加させよう。まだ16歳だもんな、鈴木重友。ではその前に自動振り分けで、内政優先でいきましょう。長期修行多いな。まあ下から算術うわすごいな。ちょっと待ってよ、兵糧売却はしてくれるんだ。じゃあやってこい。堀さん、塚さん算術、鈴木さんは、今回出陣するのでなし。上泉さんが弁舌があるんで算術ですね。竹中久作が算術、ニクルンルンが算術弁舌も両方マスターしたんか。じゃあ今回は軍資金調達してもらいましょう。粕谷さんが病気か。鉱山開発はできないのか。長船さん、長船さん政務は高い。軍資金調達、で、海北さんって誰だ。ああ、なんか能力は高い、低いな。まあ、武芸行ってもらおう。で、この中で、まず、真田、あと2人、東堂、みんな治安向上だもんな。まあ前田かな、いや、まあ加藤かな、加藤清正でいきます。合戦です。ここからやっぱりね、追い出してつなげないとダメだな。吉田城へ向けて出陣です。とりあえず吉田長篠のとこは追い出さないといけないよ。
1500人しかいないんだ。まあしゃあないけどね。群馬はダメなのかな。あと兵糧も5万石持っとこう。軍資金は4万あればいいんじゃないの。何に使うのかわからん。もちろん援軍要請です。いやちょっと厳しいな。高天神社は後ろ見せるからあんまり頼りたくない。お願いします。ガモーさん OK。 待ってます。ここです。はい。で、委任は秀吉以外全部で、さらに援軍要請です。今度は同盟者ですね。謝礼を支払いましょう。もう5000人しかいないやん。勝てる勝てる普通に。まずいつも通り風林火山で。まず溶かして普通に溶かしていきます。うわ、モチベダウン。だからそんなに下がらない。ビーム補助追い出しましょう。で、あとは千成廟丹。ガン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 。恫喝？まあ持ち目下げるやつか。まあまあ下がるが。こんなことするよりはもう門をぶち壊してほしいな。おっと、4番ゾーンが壊滅。なんだ今の。まあ攻略成功です。これで終わりじゃないよ。
今長篠城になんかいなかった？やっぱり戦ってるよな。まあ戻りましょうか。遠いな。粕谷さん、粕谷さんはもういいんだよな。武家宅へ。病気の人は、病気の人いないんだな。前兵庫以外は成功。あ、なるほど。勲功って二長期じゃなくても修行20確保できるのか。まだ無理なのかな。まあ撤退しちゃったもんな。うん、援軍行きましょう。まあでもその前にまず王神寺を神君が今回は軍備優先ですね。神も面白いと思うんだけどな。東堂、まず三好修行とか言ってるけど、弁舌は高いな。開墾してもらおう。開墾してくださいよということで、神殿開発。開墾は度は高いね。北の省城とかは別として、ここちょっと開墾してもらいましょう。軍学かな。結構武芸と忍術、待ってよ。ああそうなんだな。じゃあ牙、うん、まあ弁舌かな。峡谷はちょっとやられてるし、あと鈴木は引き続き戦ってもらうで考えると、あと一人か枠は。ああまあまあ弁舌、いや弁舌だろうな。前兵庫失敗しましたが、
あ、しがるでいきます。あと一人だな、枠ワン一人の枠、一人どっちがいいんだろうな。マス、清正、お前、お前が行ってこいということで、これで行きましょう。聴取指示、なんか結構やばいですね、毛利とか。あ、聴取指示を例えば家康に何の命令を下すかって言ったら、あ、こんなことができるんだ。もちろんね、これですよね。うん、いや、ちょっと待って、浅野長政も勢力攻略で、あれ、これ今川も攻略できんだ。まあでも普通に北条でいいや。かも。あ、浮田、浮田って今どこにいるんだ。宇和島城か。軍備増強かな。二俣城、二俣城って結構やばいからな。小山城、まあ城下発展でいいや。姉子、毛利は吉田郡山城。勢力攻略かな。三浦でもいいけど、やっぱり大友だろうな。ああ、まあ長宗我部っていう手もある。まあでも普通に大友でいいと思います。信孝はどうするか。信孝って今どうなってる、どこにいるんだ。小谷城か。じゃあまあここでもいいし、上杉攻略してもらおうか。はい、ということで合戦です。あれ、これってまあ戦ってんだよな。あ、参戦してる。あ、なんか備え配置、加わります。で、軍団命令で援軍はできないんで、故障起きないんで、これで終わり。今大手門ですね、大手門にいます。少しずつ北条の領土を切り取っていってます。
標的が北条の方に傾き出しました。さあ、ここで風林火山を炸裂です。ガンガン、これで破れる？まだだ。終わった。3番ゾロエが壊滅。これでお手も簡略。さあ、ようやく家康の反撃が始まろうとしている。三河武者来た。相手のモチベはダウン。石川数正が門を叩き割る。大久保忠世は奮闘努力。千成廟丹かな。低みの見物。鶴瓶打ちだ。軍団長壊滅したってことは勝利です。当然ですね。あ、さすがにある一定の敷地行かないと勲功先行第二にならないんだ。まあでもこれで終わらないだろうな。北条はまたうるさいと思う。あとは病気の人は、病気の人いた。香川の香川、いいえ、お、ナイス。あとは他は大丈夫だな。城に戻りましょう。住民安定度とかも相当上げてきたな。もう謀反とか起こらないんじゃないか。かっこフラグ。お、すごいな。住民安定度上げまくりやん、みんな。軍馬も鉄砲も購入。大砲を購入してくれる人はいない。ダメなのかこれ。まず王人事。おめでとうございます。昇進です。さあ、もう一個ぐらいかな、バトルやるとしたら。これで北条が
って言うから、飯田城を取るか木曽福島城を取るかがだな。ここどこの領土なんだ。玉名城も取りに行けるけど、ちょっと戦線が長くなるのは嫌だな。吉田城持ってるし、輸送しよう吉田城には。まあでも同盟結んでるか、よもや攻められることはないだろう。どうしよう。まあでも北条を潰しにかからないとダメなんで、この木曽福島城を次は攻めたいと思います。まあ飯田城攻めた方がいいような気がするけどな。飯田城攻めたらつながるしな。まずコマンド自動振り分け内戦優先でいきましょう。みんな能力が上がってきて、統率が低いな。小早川と奥平は46。70は欲しいからな。もし統率はせめて70か。下間さんちょっとお願いするか。那須畑の三好行こう。あと一人、あと一人悪くないんだけどな。土井さんでお願いするか。東堂は東堂ん東堂もでもこれ攻め屋がいいんだから攻めてもらおう。ん？トラはちょっと待って。あ、武芸が高いんやったらこれ安定だな。治安向上。吉田城へ。破壊、破壊だ。どこがいいかな。ここ行こう。ここちょっとお願いしてこよう。お、霊峰弁舌か。んだ。弁舌。ん？三好これ、軍資金調達とかできんじゃないの？大筒攻略をお願いしよう。軍力、武力は高いな。武芸、
まあ牙もいいけど前日かな。三術ん武芸だな。当然三術だな。京極さんはちょっとなんか病気がちだな。やばいな。あくきさんと島左近か。あ、島左近の方がいいか。島左近の方を使おう。で、鈴木さんはちょっと得意な分野を生かしてもらおう。あ、一度拠点調査してもらおうか。どこにしよう。ここお願いします。で、久道まあ弁舌と軍学だが、だから武芸もう完璧だな。ヒョロ売却でいいや。あとは弁舌のみだな。霊法も高い。弁舌得意、不器用ですからっていう感じなんかな。これもまあどっちかといえば武の人だろうな。こんな感じか。で、今なしが下間さん、三好さん、土井さん、島左近だけど、三好さんはやっぱりやめよう。うん、礼法でいきましょうかね。三好さん何？三好さんは軍学が高い。まあでも弁舌行こう。これで OK になった。次輸送。ラジオ5000人で軍資金と兵糧も足りなさすぎんな。趣味安定度もそんなに高くないのにちょっとやばい。趣味安定度みんな上がって苦労するとこはなくなってきてるよな。飯盛城が当然ここに送る。軍資金はそんなにいらん。4万ぐらいあればいい。兵糧は5万ぐらいあればいいでしょう。本当は軍備が欲しいがな。うん、分からん。
まあまあ兵士全員でいい。軍資金ぐらいかな。うん。で逆に吉田城へ送ってあげましょう。いや違うわ、輸送先一応ここから吉田城へ。さ、軍資金と兵糧を3万ずつ。かな。当然行きましょう、木曽福島城へ。微妙だな、家康。軍資金はあるんだけどな。よし、名古屋城へ行きま、名古屋城でお願いしましょう。OK。先に行ってますね。一気？そう、その辺も攻めに行かないとダメなんだよな。高遠城もあるや。まず備え配置。委任。さらに援軍要請。お願いします。いや、いいか、今はいい。二の矢の時に必要になるかもしれないけど、今はいいわ。戦闘開始。風林火山。鉄砲すごいな。おっと、あ、迫ってきていますやからな。ちょっとともう一ターン見てギブアップできないかお願いしてみるか。お願いしてみるか、ギブアップできないか。ひとまず千成秒ターン。モチベースダウン。え、何？三段打ちか。モチベースダウン。あんまり下がらない。
4番ゾノエが壊滅。交渉。自身が嫌だ。自身。土井さん行きましょう。土井さんお願いします。もちろん幸福。あ、幸福場外退去でいいよね。気がするが。いや、場外退去で。場外退去だったら楽だろう。行ってみましょう。え、ふざけんな。勝ちました。援軍が間に合わない。ああ、軍港少な。いや、まだやるよ。高遠城がいいのか、筒ヶ崎がいいのか、砥石、この辺行くのも手だよな。そうなんだよな。高遠城行きましょう。飯田城まで攻めるかもしれない。ここもやっぱり寂しいもんです。で、まあ当然この辺は変わらず援軍要請です。遠いな。家康1万超えてんのか。しかし姉小路だな。はい、来い。 OK、 お願いしますってことで、まあそりゃそうだろうな。戦闘続行。これね、縄文爆破最初やってみよう。千成廟丹かな。もう完全に攻めモードですね。なんだ？まあ数で圧倒してる以上、門を破壊した方がいいかもね。どうだ？モグラ攻めだ。決まりました。やっぱり来るか。もう一ターンやって
して、縄文爆破、あ、ダメだ、雨だ、そうだ、雨なんだ。相手はどのぐらいの勢力かな。まあ来るな、来い。ここで交渉です。土井さんお願いします。幸福勧告、援軍間に合わないようにしよう。 OK です。援軍到着する前に、攻め取りました。これで相手は移動がトロになります。加藤城攻略成功です。土井さんがトップです。で、秀吉、下間さん3位ですね。で、これで終わりじゃない。どうするか。飯田城ですね。飯田城にやっぱり行きます。行けば鉄砲隊できる。で、またも援軍要請。誰がいいかな。庭がここ。二股。もう。ちょっと来いよ。でもそんなに来てくれないんじゃないかな。じゃあ林さんでお願いしましょう。で、備え配置全ゾナへ。で、委任は秀吉以外全員。まあ、勝ちゃいいんだよ。ということで、ちょっと門がしょぼい。
して火攻めは雨はダメなんで力攻めかな。攻めてますね。出た。怖いもん、銃向きながら防御策か。ちょっとひ電車駅が着いたが雨が止んだ。ちょっともうこれ縄文爆破しましょう。どうだろう、減らしてますね確率。お力攻めだ土井さんは。いけー、 あんまり減らない。あお前高東城に攻められてるんだ。早く戻って高東城を防衛しないと。とかできないのかこれ。気をつかれた。まあ取られたら取り返せばいいんだけどな。奮闘努力。そう、今度は風魔か。早くちょっと交渉まとめたいな、いろんな意味でも。もう大手も破る。交渉もちろん土井さん降伏あ受け入れるかな。早く戻って高東城に救いに行きたい。 OK、降伏を急ぐ。
飯田城の降伏に攻略に成功です。まあ高遠城争ってんな、でも確実に取られるぞこれ。土井さんが2位です。これ高遠城には無理なのか。あれ長篠城北条が取られてるやん。あー嫌だな。ここはちょっと長篠に行こう。高遠城よりは気がないな。勝てるんだけど、ちょっと待って、援軍要請。ふざけんな、ほんと。また名古屋城へ。腹立つなこれ。委任、秀吉以外全部委任。旺盛よかったね。体力が減ってるぞこれ。これが最後だ。高遠城ん、いや分かった分かった、でも無理なんだよ。高遠城はもう今回渡すしかないと思う。クリンカさんお願いします。何？えぐい。あんまり。モグラ攻めだ。バンバン。決まりました。三段打ち。では有利。多分これが最後でしょう。あ、ダメだ。もう割れない。知ってる。
早くギブアップさせないと。とりあえず縄文爆破。で、軍技。当然、交渉。自分で行く。降伏勧告だ。急いで降伏。オッケまだ高遠城って戦いついてんの？まあ文句ないだろうな。2位は土井さんです。3位は下間さん。さすがにこれ体力がもうないんで戻りましょう。バンダバダバダバダッパ。もちろんお薬を渡す。ダメか。あとは富田さん。ダメだな。あ、武器。村井さん、これってやっぱり薬の効く割合も減るんかな。いや、うまくいった。城へ戻ります。追いましょう。いいですね。補修とかもやってる。破壊がある。防御力8減少。あと軍馬とか大砲購入がなかなかうまくいかない。時間がかかるのか。当然茶会です。もちろん気がつけば4月30日。もう急いで高遠城救済に行かないといけないな。80か。貴重品のお酒でこれを使おう。これで古い回復した。でこれで表情の前姉麹メッカ使者が参っております。なんだろう。うん、安寧を得てまいりましたと。手足となり右京大夫の天下一等の行。ああそうなんだ。じゃあ姉小路家消滅ってことだ。姉小路家大名やめるってよ。
もちろん、受け入れます。まあまだやられてなかったのか、よかった。おまず王人事、お勝よりおめでとうございます。朝日ミクルンルン、永井さんおめでとうございます。さてと、主名ちょっとやっぱりどうするかだな。高藤を救いに行くか、それともっていうとこだよな。今回は内政のターン。内政のターンです。姉小路が過労になりましたね。弱い人、一言弱い。医者になってもらおう。猫児童のもう一人はちょっと病気です。まあ61歳だしね、いないからな、もう世の中に。うわ、黒田官兵衛が病気だ。土井さんはまた戦ってもらう。算術と弁舌なんで、具式調達してもらおうか。じゃあ算術と大砲だ、大砲を買ってもらおう。武芸で西賀さん出番です。63だから悪くはないんだけどな。武芸と弁舌か。これって要するに治安向上ってことじゃないの？規則島、うん、森尾さんは算術だな。前田さんちょっと攻めてもらおう。悪くはないけどな。算術と面接両方得意なんだ。じゃあ大砲を買ってもらおうか。
でもそうだな、軍資金調達、まあ武力だ、訓練で、訓練の79か、うん、規則島城を訓練、開墾、あ、中途半端だな、結局算術と弁説だもんな基本。島左近ってどのぐらいの能力だっけ。島左近もなしで、いや島左近はちょっと鍛えてもらおう、鍛えないと先ないよね。足軽をパワーアップ、算術だろうな、数値も便さ、技術か、忍術、え、いや弁説で行こう、長塚さんが弁説、原田さん両方覚えてる、なしの人が黒田とか鈴木はもうダメなんで、佃、あ、土井か、土井総構えだ、総構えだ、土井総構えだ、あ、信勝も今回加わりましたね、過労に。まあ真田でちょっと行ってみよう、はい、でかつ輸送です、ここが結構重要で、高遠城今攻められてんだよな、予選にしかいないのは辛い、ま、でもここはもう無理だ、多分ここ攻められると思うんで、
戦争しまくってるからな。兵士います。4000人、軍資金3万兵糧も4万欲しいよな。以上か。で、兵士数5000人だな、まず。で、軍資金兵糧はまあ問題ないでしょう。あ、違うわ。軍資金が2万、兵糧が3万送らないと非常にやばい。長篠もやばいな、地味に地味に。北の少将からちょっと長篠城に要請に送っとこう。で、あと軍資金も2万、兵糧は3万ないと厳しいな。で、長篠城に、軍資金2万、兵糧が2万かな。飯田城で軍資金が1万、兵糧が2万、兵士3000人ぐらいかな。とりあえずこれでいいや。畠山、もう全部で全員で畠山攻めてくれ。
と、それから城主任命だ、飯田城、それなり有力なやつに収めさせないとダメだな。よし、信勝お前頼むって、有力じゃない。加藤ってわけにいかないしな。じゃあ姉小路に収めさせよう。ただしこれ与力を派遣しないとダメ。と思ったが与力そうだ。悪い。ということで、ここまでですね、本日。3時間ちょっとですが、まあ結構駆け足で。はい、次回、まあ、間に合えば高遠城の救援に参ります。で、まあ、そこから始めて、基本的には四国攻めを行いたいと思います。長宗我部を屈服させたいと思います。北条とはずっと戦わないとしゃあないですね。はい、ということで、今回は今回の勢力見てみると、まあ、だいぶ勢力広がってきましたが、まあ高遠は攻められてるのとして、岩村城とかも危ないな。岩村城とかも装備した方がいいのか。高天神城とかちょっと兵士減ってる気もしないでもない。
と今川を今川防波堤にしてるけど、防波堤になってんのかな、本当にどっかから攻められてんじゃないの。あとここですね、三浦も屈服させて勢力下にしてもいいと思います。一色も勢力下になってる気がするんだけどな。あと毛利に大友を攻めるように言い渡しました。潰し合ってくれればなと思っております。で次回この土佐にある長宗我部を攻めに行きたいと思います。大阪城まだできないですね。石山本願寺になってる。ここも住民安定度が低いな。まあ住民安定度上げに行かないとダメですね。41とか、まあ、ここは81あるけど、長篠が60か。ここ47なんだ。高天神城も意外と危険かもしれない。お金もないしな。安藤さんには軍備状況って言ってんのか。とりあえず城下展をしてもらおう。はい、ということで、今回ここまでとなります。ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please、YouTube で、アーカイブ流す予定です。2日後4日21時頃に流す予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 Please my YouTube チャンネル This live アーカイブプレミアライブ2 days after my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド and グッドボタンプリーズ。はい、旧、Twitter である X のアカウントも持っております。そちらの方の、フォローもお願いいたします。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いします。 TwitterX Please My アカウントフォロー and リポスト and グッドボタン Please。 はい、ということで、今回織田家が滅びまして、中京地区は入手しました。そして、北条と戦い、北条が圧迫してくるんで、信濃、長篠とか信濃あたりを、まあ、徳川家康と協力しながら攻略していってるわけですが、もちろん北条もただでは済まないっていう感じで、
この戦いはまだまだ続きそうです。そして、西側は毛利に九州の大友攻略を言い渡しました。これがどこまで勢力を伸ばすか、その間に我々は四国の長宗我部を攻めたいと思います。次回は長宗我部メイン攻めがメインになると思います。それとともに北条攻略もやると思います。ぜひ次回も楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。